お疲れ様です。今日もサバンナモニターのリノちゃんの成長記録を撮っていきたいと思います。今日は端っこにいないね。ちょっと水入れの中にね、うんちが残ってるけど、早速ファーストコンタクト。なんでそんなとこにいるんだい。はい、あ、ちょっとごめんね、急に来たね。ちょっとビビらしちゃったね。あんまり怖がってる様子はないね。ちょっと最初ね、触ってビビってたけど、今のとこは、うん、シューシュー言ってないし。よし、ハンドリング、ハンドリング、よっこいしょ。降りたい。もうちょっとハンドリングさせてくれ。よっこいしょ。うん、なんだか落ち着いてるね。あ、すぐ降りたいけど、すぐ降りようとするけど、なんか我慢してる。ちゃんと我慢してるね。そんなに嫌じゃなくなってきた。あ、ごめんごめん。ちょっとね、やっぱり人がね、急に動いたりするとびっくりしてね。あの、喉とか膨らませてるけど。どうした？いつも触られてからご飯の時間だから。ご飯だと思ってる？これはご飯じゃないんだよ。上から来られるとちょっと怖い。これは爬虫類全般の習性だけどね。上から手とか近づけられるとちょっとね、天敵だと思って怖がっちゃう。オッケー、いいね。今日もね、シューシュー言ってないんで、あんまり。ご飯を持ってこよう。目の前にあるよ。そうそうそう。なんだかね、やっぱりこっちじゃないよ。ほらほら、こっちこっち。そうだ。ああ、いいね。なんだか急に大人しさが前面に出てきたね。昨日もね、ちょっと威嚇するのがね、少なかったかなーって思ってたんだけど、今日もね、あんまり威嚇しなくて、いい子になってきましたね。触られても気にせずご飯を食べている。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。食べられない、食べた。ああ、いいじゃん。
この記録をつけて、だいたい1ヶ月ぐらい、なんか今39とか40日とかね、経ってると思うんだけど、だいぶ慣れてきたね。毎日の変化でね、感じてて、そうすると劇的な変化っていうのはあんまり、ね、実感できないんだけど、今日はすごいね、ハンドリングするときもすごい落ち着いてる様子だったし、ハンドリングした後ね、ご飯がもらえると思って近寄ってきてくれたんで、だいぶね、進歩してます。あんまりね、りのちゃん、自分から近づいてくるってことがなかったんで、これね、今日ね、すごい大きな進歩が動画に収められましたね。うん。こんな近くに寄ってきてくれるんだけど、今までね、ケースの奥の方にすぐ逃げちゃって、で、そっちにね、ご飯を置いて食べさせてたんだけど、今日はね、自分からすぐ近寄ってきてくれたんで、こんな近くで食べてくれました。ご飯食べた後はすぐ向こうに行くと。自由ですな。でも、すごいね、慣れてくれましたね。自分の毎日の接し方が良かったのか、もともとね、りのちゃんがこういうちょっと大きくなってきて人に勝手に慣れてくれたのか、まあね、りのちゃんがね、人の言葉を喋ってくれないんで、本当のところはね、わかんないんですけど、とりあえずハンドリングして置き家でね、ご飯をあげてるっていうのは毎日欠かさずやってたんで、まあね、少しでもこの方法、接し方がね、こういう落ち着いた性格にね、繋がってるんじゃないかなっていうのはね、少し感じてますね。うん、ご飯食べた後はすぐ体を温めに行く。いいね、ああやって代謝を上げてね、食べたものを消化しやすくしてます。いいね、かわいいね。でもすぐ大きくなるね。最近ね、やっぱりね、大きくなってきたなって感じますね。うん、いいぞ。今日もね、人工フード3つ食べてくれたんで。あとはね、残ったやつは他の子たちに食べさせるんで。しばらくりのちゃんはね、毎日3つ食べるっていうのがノルマになると思います。よし、じゃあね、後で飼い主が水入れ綺麗にして、うんちね、してあるんで。よし、じゃあ、今日もね、ハンドリングしてご飯あげました。ハンドリングした後にすぐ近寄ってきてね、くれて、ご飯をもらえるっていうのをね、だんだん学習してきてるんだなと思います。こういったとこでもね、飼い主とサバンナモニターのね、関係がちょっとね、距離っていうのかな、信頼関係っていうか、そういうのがね、少しね、縮まったかなっていうのを感じます。で、今後もサバンナモニターのリノちゃん、成長記録取っていくんでよろしくお願いします。それじゃ、バイバイ。